京都で続発する仏像盗難事件。実家の本尊を奪われた上、両親を惨殺された女子高生紅子。事件の裏側でうごめく謎の盗賊集団。彼らの正体は世にもおぞましい人間と仏像の融合生命体だった。燃える仏像人間。じゃあなんであんたらの寺に私のお父さんとお母さんがいるのよ。それに仏像がたくさんあったし、本当はあんたたちが仏像を盗んでるんじゃないの。実は彼らはかわいそうな子たちなんだよ。少し他の子と見た目が違うという理由だけで捨てられた子たちでね。その生き残りの半分が我々シーダルダさ。くわっ、どうだね。私と融合してもっともっと神々しい存在として生き続けないかい。仏のクソもないわよ。